こんにちは、どさんこ姉さんです。今回の旅は福島県猪苗代西風亭さんに訪れます。とんでもなく広い部屋、そこでいただく食事、そして言葉を失うほどの大きな客室露天風呂、どうぞ楽しんでご覧ください。私は今、福島県猪苗代駅に来ております。福島県のほぼ中央に位置する猪苗代。北には会津富士とも言われる磐梯山、南には日本で4番目の広さを誇る猪苗代湖、そして野口英世のふるさとでもあります。全国でも人気の高い道の駅猪苗代でランチにします。猪苗代はお蕎麦も有名なんですが、私知らなかったんですけど、実は納豆も有名なんですってね。納豆が別盛りだったんですけど、これつゆに入れるのがいいのか、お蕎麦にかけて食べるのがいいのか、どっちなんでしょう。つゆに入れてみたら納豆がバラバラになっちゃったんです。お蕎麦の上にかけることにしてみました。この方が納豆を美味しくいただけます。お宿のチェックインまでまだ時間があるので、野口英世記念館を見てみることにします。野口英世の生まれた本物の生家が展示されていました。野口英世は1876年この地に生まれ、1歳半の時に左手に大やけどを負いましたが、恩師、友人、家族の励ましと援助を受けてその苦難を克服しました。左手の手術によって医学の素晴らしさを実感し、医学の道を志したそうです。今の千円札は野口英世ですが、2024年7月3日より野口英世の恩師でもある日本の細菌学の父、北里柴三郎が新しい千円札になります。さあ、そろそろお宿へ向かいましょう。あ、到着。本日のお宿は西風亭さんです。西風亭さんへは東北新幹線郡山駅からJR 磐越西線に乗り換え、猪苗代駅からタクシーで10分のアクセスです。無料送迎などはないようでしたね。日本庭園が素晴らしいザ・和風の旅館です。ロビーに入った瞬間、まず目に飛び込んでくるのは豪華な置物、そしてとても静かなロビー。ロビーにはお宿オリジナルのお土産や、お宿の大きさとギャップのある小さなフロント、オリジナルのスキンケアや陶器のお土産がセンスよく飾られています。庭園には錦鯉もいて、餌もあげられるとのことだったんで、ちょっとあげてみました。そんなに来ないんですね。あ、そうでもないか。あ、こちらの鯉は品がいいのか、あまり群がるってことはなかったですね。見えないね。そろそろお部屋へ行きましょう。西風亭さんは客室数全11室になってます。すべてのお部屋に露天風呂がついていて、大浴場はありません。お部屋はすべて1階にあり、完全バリアフリーのお宿です。本日のお部屋102号室です。ではお部屋に入りましょうか。ここは
下駄箱ですね。で、預金駅があって、こちらがお部屋になります。と言っても、なんだろう、何の間って、次の間って言うんですかね。まだ正体がわかりません。こんな感じで。さあ、じゃあまずこちら。こちらはお手洗いになります。綺麗なお手洗い。そしてね、ここに陶器の、これなんて言うんだろうね。排水の何か。こちら入りましょうか。では、よっ。はい、今日のお部屋がこちらになります。めちゃくちゃ広いです。まずこちらのお畳のお部屋が12畳あります。ここは世に言う披露宴っていう場所にはなるとは思うんですけど、めちゃめちゃ広いです。これ10畳くらいあるんじゃないかな。畳のお部屋と広縁があります。まだこちらに部屋があるんです。こちらは寝室です。ちょっとね、将軍様みたいな扱いになってます。全部で3部屋、たった私一人で今日こちらに泊まります。なんて贅沢なんでしょう。まず寝室からご案内しましょうか。ティッシュに虫よけ、そしてランプに、わあ、これワイヤレススピーカーですって。 Bluetooth につなげられるんですね。三面鏡の鏡があります。この寝室だけで10畳あるんですよ。10畳12畳、こちらも10畳ぐらい。こちらに空気清浄機があって、いやー、これ何のスペース、すっごいこの空間、贅沢な作りですよね。押し入れにはバスタオルが2枚。わっ、ちょっと高級なバスタオルですよ。ふわふわ。わあ、そして手ぬぐいのようなフェイスタオル。そして靴下に浴衣。そして羽織。バスローブまでありますよ。すごいな。そして床の間があって、わあ、これは百合ですよね、きっとね。ちょっと私芸術そんな詳しくないのでわからないんですけど、素敵です。で、こちらに内線電話があって、また引き出し、あ、何もない、なかったです。で、大きなテレビがあって、セキュリティボックスがあります。お食事はこちらのテーブルで、お部屋でいただきます。で、今チェックインを済ませて、お部屋にご案内していただいて、お茶とお菓子を持ってきていただきました。クッキーとイチジクくず餅持ってきていただきました。まあ、じゃあミニキッチンへ行きましょうか。じゃあまず上から、ちょっとしたおしぼりに爪楊枝、お砂糖、コーヒーミルクに、これは栓抜きですね。
栓抜きと、これは何だろう、紅茶かな。でここは万代山麓の名水、このままお水はいただけるそうです。コーヒーも、私ちょっとコーヒー飲めないので全く詳しくないんですけど、でナッツに紅茶、こんなにたくさん、これはもう無料で自由にいただけるそうです。何この素敵なコーヒーカップ、ちょっと失礼して、マルコっていうブランドの、これは、あ、一つ一つ違うんですね。へー素敵。でコップに湯飲みに、ここにお茶があります。そしてケトル、バルミューダですよ。でここにお水が入ってます。そして冷蔵庫、びっくりしますよ。はい、こちらの冷蔵庫の中身すべて無料でいただけます。なんてことでしょう。でこちらにもこの陶器の、あ、へー、これブドウですよね。これは何だろうな、睡蓮かな。へえ、そして紙コップ、ドライヤーはリファです。ティッシュに、歯磨きコップに、ハンドソープ、ハンドソープもこれ、クレンジング、ローション、乳液揃ってます。でこちらにはコットンと綿棒、これね爪磨きですよ。へー、歯磨き、ブラシ、これはヘアゴムかな。そしてボディタオルにマウスウォッシュまで。でここにもドライヤーがいるんです。こちらは浴室の方になりますね。あのこれお部屋のお風呂ですよ。でお部屋の脱衣所ですよ。1,2,3,4 個ついてるんです。ご入浴は24時間利用できます。ね、これが内湯です。まだねお湯張ってないんですけど内湯です。先ほどと同じメーカーのシャンプー、コンディショナー、ボディーソープが入ってあります。用意されてますね。これからがすごいんです。皆さんびっくりされないでくださいね。すごいんですよ。これ露天風呂がついてるんですけど、この大きさです。この大きさです。ちょっとしたプール、プールです。6人ぐらいは余裕で入れますね。温泉は源泉、もちろん源泉かけ流しで、ちょっとね緑がかったような温泉ですね。先日ちょっと後で調べておきます。でちょっとしたお庭もあり、そしてわあ、裏庭にはあれも多分温泉だと思うんですよね。入れませんけどね。で裏も全部清風亭さんの敷地内なので、裏に誰かが歩くっていうことはないようです。いやーすごいですよ、すごいですよこれ。すごいでしょ、ありえないでしょこの大きさで。そちら側もちょっとお庭になっていて、なんてことでしょう。これがあるんです。これはねあまりにも露天風呂が大きいので、この浮き輪で
プカプカ浮いて入ったら気持ちいいですよとのことでした。すごくない？露天風呂に浮き輪ですよ。でこれはちょっとこう頭をつけてね、寝っ転がりたいような、お風呂で寝っ転がりたいような時にちょっと頭痛くないようにこれ頭に引いてくださいとのことでした。こちらのお部屋で今日は一泊たっぷりお世話になります。お茶でも飲んで一呼吸つきましょう。想像してた以上だったのでたまげてます。いやー、なまらすごいっしょ、本当に。いや、一人じゃもったいないぐらい。じゃあお風呂に入ります。お、あ、ちょうどいい、39度ぐらいかな、ちょうどいいです。わー、この部屋だけじゃなく、すべての客室に同じ大きさの露天風呂がついてます。自分が入ってる姿で申し訳ないんですけれども、わかりますか、この大きさ。浮き輪で入ると水圧があまり感じられなくて、すごくね、浮いたような感じで気持ちがいいです。客室露天風呂日本一じゃないでしょうか。もしこれ以上の巨大客室露天風呂知ってるよっていう方がいらっしゃったら、ぜひコメントで教えてください。でも普通の客室でお願いします。スイートルームや特別室とかではなく。今浮き輪でプカプカ浮きながら入ってるんですけど、私の目線がこんな感じです。これ楽、すんごい楽、なんか浮いてる感じなんで楽です。気持ちいい。乾杯。普通の旅館の露天風呂よりも大きいですよ。下の方はね、ずっと農家さんになってて、汚染されてない温泉水ですよっていうのを証明するためにここで鯉を飼ってるそうです。農家さんも安心してくださいっていう証拠みたいですよ、この鯉たちは。優しいつるっとしたお湯でお肌がしっとりするいいお湯でした。お待ちかねの夕食の時間です。で、冷蔵庫の追加の飲み物は有料になるそうです。で、他にも瓶ビールだったり、会津の地酒、焼酎、ワイン、なんかの、まあ、ソーダ割り、酒が豊富。わあ、やっぱり会津だね。へーへー、ワインもね、いちごの食前酒にかぼちゃ豆腐とエビとふきとキャビアで、だしのジュレがかかってます。鯉の甘露にささ巻き、イカ人参で、磨きニシン、そして長芋の梅酢漬け、小酢湯というものですね。会津でお祝い料理に出されるものらしいです。マグロ、スズキ、ホタテ、こちらがマダイ、エゾシカのロース、エゾシカのロースト、福島牛、そして会津の地鶏だそうです。あとお野菜ですね、トウモロコシのかき揚げとイカのおかき揚げ、そしてオクラ
ウリとタコの柔らか煮、お味噌汁。いただきます。ビールは冷蔵庫から無料のビールをいただきます。うん、さっぱり、あったかいうちに小酢湯からいただきましょう。うん、塩味でね、ふきやわらびやしいたけなどが入ったおすましみたいな感じですね。おいしい。長芋のお酢の漬物から、こちらイカ人参。イカ人参ってなんだろう。おつまみのイカを多分お醤油とかお出汁で漬けたものですね。初めて食べた。ちょっと、うん、初めての感覚なんでうまくちょっとお伝えにくいです。うん、安定の味です。マグロ、これはなんか美味しそうな予感がします。うん、さっぱりです。お出汁がねちょっと甘めかな。でもさっぱり。コイの甘露煮をいただいてみましょう。うん、甘じょっぱくつけてあって、なんだろう、南蛮漬けみたいな感じですね。濃いって言われないとわからないです。これイカのおかき揚げ。うん中はイカですね。周りがおせんべいのね、おかきで揚げてあるので、おかきの味が最初にする。ちょっとスナック食べてるような感覚です。おいしい。こちらがニシンの山椒漬け。うん、磨きニシンですね。北海道の磨きニシンです。これホタテって書いてあったんだけど、これホタテかな。なんか形が、うん、イカイカ、これイカ。冬瓜、ウリですね。うん、優しいお出汁のお味。うん、おいしい。エゾシカのロースト、これね、ドサンコに対してちょっと挑戦的じゃないですか。そんなこと思ってないだろうけど。どうかな、エゾシカのローストは。うん、やっぱりちょっと硬くなってるかな。北海道でね、エゾシカ何度も食べてるんですけど、運んでくるね時間があるから、ちょっとやっぱりちょっとパサついてるかな。もう一つあった地ビール、ラオホっていう地ビール。これ黒かな。あ、黒だ。あ、黒ビールにしてはさっぱりしてるかも。ちょっとね、黒ビールって黒糖のようなね味がしてちょっとまったりするんですけど、さっぱりしてます。とっても飲みやす。じゃあこのマダイをいただいてみましょう。うん、食べやすい。全然塩味がきつくないし、スッと入る感じです。トウモロコシのかき揚げを、だいたい味想像つきますけどね。お塩つけて、うん、トウキビのかき揚げです。普
通に美味しい。じゃあお肉いただこうかな。会津の地鶏。じゃあお塩で。うん、柔らかい。じゃあ福島牛。福島牛美味しいんだよね。うん、やっぱり柔らかい。デザートはスイカとパンナコッタ、黒蜜をかけていただきます。寝ましょう寝ましょう。おやすみなさい。ああ、気持ちいいよ、ふと。おやすみなさい。朝食もお部屋でいただきます。鮭やサラダ、温泉卵にご飯のお供、納豆に湯豆腐。見た目も鮮やかな朝食です。いただきます。なめこのお味噌汁。あ、おいしい。なんかずっとお宿さんとか泊まっててね、お味噌汁がちょっとっていうところに出会ったことないな。しょっぱすぎるとかね、そういうのない。とっても全部おいしい。うん、湯豆腐ができた。あら、くっついてきちゃった。この鮭美味しい。会津のね、牛乳をいただこうと思います。さっぱりしてる。あの、北海道みたいにドロッと濃厚じゃない。さっぱりして飲みやすい。あの、結構多いと思うんですけど、牛乳飲んだらお腹ゴロゴロしちゃう人多いじゃないですか。私もゴロゴロしちゃうんですよね。でも飲みたくて。今この時間、今9時15分なんで、この時間に飲めば大丈夫でしょう。チェックアウトが11時だから、その前にゴロゴロなってもなんとかなる。多分すぐゴロゴロするんだったらすぐゴロゴロすると思うんで。お部屋から出ることなく、とってもゆっくりすることができました。一つご紹介忘れてたんですが、このお部屋にマッサージチェアもついてました。ありがとうございました。清風亭さん、いかがでしたでしょうか。スケールの大きすぎる客室露天風呂、浮き輪で温泉に入る体験は生まれて初めてでした。滞在中はほぼお部屋から出ないので、他のお客さんとも会うこともなく、
快適に過ごすことができました。最後までご視聴ありがとうございました。また次の旅でお会いしましょう。